皆さん、こんにちは。今回は K-POP ガールズグループニュージーンズをめぐる衝撃的な騒動についてお伝えします。所属事務所アドアと親会社ハイブの対立が勃発し、ミン・ヒジン代表に対する告発にまで発展しています。ミン代表は緊急記者会見を開き、一連の疑惑について釈明しました。私がハイブを裏切ったのではなく、ハイブが私を裏切ったと強く主張し、経営権奪取の意図はないと訴えました。ハイブ側の主張を期待の寸劇と一蹴し、私は罪がないと訴えたのです。会見冒頭、ミン代表は深く頭を下げ、今回の事態について謝罪の言葉を述べました。関係者の皆様、そしてファンの皆様に多大なご心配をおかけしていることを深くお詫び申し上げます。その上でハイブ側の主張に反論、私は決して会社を裏切ったりはしていません、むしろ私たちが理不尽な扱いを受けているのですと訴えました。ミン代表によれば、ハイブからは当初、君にはクリエイティブに集中してもらいたいと言われていたそうです。ところが次第に経営や人事にも口を出すようになり、アドアの自主性が損なわれていったといいます。私たちには独自の色があります、それを尊重してもらえなくなりましたとミン代表。特にニュージーンズのデビューをめぐっては、社内外から圧力があったと明かしました。当初ニュージーンズはハイブの最初のガールズグループになる予定でした。メンバーのヘインもそのつもりで入社したといいます。ところがその後、ルセラフィムをハイブから先にデビューさせると決まりました。私たちは振り回されました。約束が違うとずっと訴え続けてきたのです。ミン代表はニュージーンズを私が作り上げたグループと強調、それだけにハイブの介入には我慢ならなかったようです。またミン代表はハイブのマルチレーベル戦略にも疑問を呈しました。見かけ倒しのマルチレーベルです。独自性を発揮できる環境ではありません。特にグループアイリットに関してはニュージーンズの模倣だと批判、私たちのクリエイティビティをそのままコピーしている、認められるはずがありませんと怒りをあらわにしました。ミン代表はアイリットのプロデュースを手掛けたのがハイブのパン・シヒョク代表だったことにも触れ、パン代表が率先して私たちを潰しにかかっていると非難しました。一方で巫女との関係については、単なる知人であり巫女であることは偶然に過ぎないと釈明、占いなどに頼ったことは一切ないと強調しました。健全な経営判断の下で行動してきました。スピリチュアルなことには興味がありません。そもそも問題の発覚したきっかけについて、ミン代表はハイブの陰謀だと主張、私たちの内部告発をでっち上げ、口実にして私たちを追い出そうとしているのです。一連の騒動についてミン代表は、月曜日に突然始まり爆弾のように進行したと振り返りました。ハイブからは事前の連絡は一切なく、いきなり弁護士らが踏み込んできたそうです。まるで犯罪者扱いです。人権を踏みにじられました。ミン代表は今回の事態に対するハイブ側の対応を非人道的だと批判、まるで私が死ねばいいと思っているかのようですと嘆きました。私も人間です、こんな理不尽な仕打ちは耐えられません。ミン代表はたびたび涙を見せながら、ただ真摯に仕事をしてきただけなのにと語気を強めました。またハイブを去る際の心境についても語りました。ミン代表は SM エンターテインメントに在籍していた2021年、ハイブからスカウトを受けたそうです。当時 SM を辞める際に社長就任の打診がありました。本当は残りたかったのですが、しかしミン代表はあえてハイブへの移籍を決断、新しいことにチャレンジしたかったんです。 SM にはない自由な環境を求めて、パン・シヒョク代表からも熱烈なラブコールを受けたといいます。君にはクリエイティブに集中してもらいたい、僕らがインフラを整えるから、メッセージアプリのやり取りも公開されました。パン代表はビッグヒットインフラ 50%、 ミン・ヒジンクリエイティブが 50%、
エスパ踏めますよね、などと伝えてきたそうです。ミン代表はその言葉を信じ、ハイブの門を叩きました。パン代表の言葉は、私にとって大きな励みでした。でも、結局は真っ赤な嘘だったんです。ルセラフィムを優先したことについて、ミン代表は裏切り行為だと断じました。私たちを二番手扱いにした。許せません。さらに、ソースミュージックからのデビューメンバー選定についても、ハイブと対立したといいます。結局、ミンジだけがデビューすることになり、他のオーディション合格者は脱落。彼女たちの夢を奪ったも同然。私はあまりのショックで、退社も考えました。ミン代表はニュージーンズについて、私が一から育て上げたと強調。メンバー選抜からブランディングまで、すべて私の手で行ってきました。それだけに、ハイブがルセラフィムを押す姿勢には、我慢ならなかったようです。まるで私たちの存在を消そうとしているかのようでした。デビュー前、ニュージーンズを全員新人と公表しないよう圧力があったことも明かしました。私たちをルセラフィムと混同させたかったのでしょう。認められません。ニュージーンズには世界で活躍できる力があると、ミン代表。ハイブにしがみつく必要はありません。私たちの力で道を切り開いていけるはずです。ファンへの思いも語りました。いつもたくさんの愛をありがとうございます。ファンの皆さんには、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。続けて、皆さんとの約束は必ず守ります。たとえハイブを離れることになっても、ニュージーンズの活動は続けていきます、と誓いました。状況は厳しいですが、私にはファンの皆さんがいます。メンバーたちもいます。必ず乗り越えていきたい。今後については自分に正直に生きると語気を強めました。もうハイブには戻れません。新しいスタートを切るつもりです。その上でファンの皆さんには、もう少しだけ時間をくださいと理解を求めました。必ず再び皆さんの前に戻ってきます。ニュージーンズの新しい姿をぜひ楽しみにしていてください。さらに私には夢があります。K-POP のみならず、世界中で光り輝くスターを育てたいんです、とも。そのために、ミン・ヒジンレーベルを設立します。志に賛同してくれる仲間を大募集します。記者から、パン代表への恨みはないのか、と問われると、ミン代表は小さく息を呑みました。パン代表も、きっと事情があるのでしょう。でも、私からは何も言うつもりはありません。一方で、あまりにひどい仕打ちだった、とも漏らしました。正直、許せる気持ちに離れません。でも、ネガティブなエネルギーに心を奪われたくない。前を向いて生きていきます。最後に、ミン代表は両手を胸の前で組み、深々と頭を下げました。皆さん、本日はお集まりいただき、本当にありがとうございました。私の思いが少しでも伝わっていれば幸いです。そして、これからもニュージーンズとミン・ヒジンを応援してくださいと呼びかけ、90度のお辞儀をしました。会見後、ミン代表の姿はすっきりとしているように見えました。苦難の道のりは続きますが、彼女の決意は揺るぎないようです。ミン・ヒジン代表の記者会見は、衝撃の内容だけに大きな反響を呼んでいます。事の真相はまだ見えてきませんが、彼女の主張には一定の説得力があるようにも思えます。パワハラまがいの行為や、不当な扱いを受けてきたというミン代表。ハイブとニュージーンズの間には、相当な軋轢があったのかもしれません。一方で、ハイブが主張する、独立の動きについても、まだ不明な点が多いのも事実。真相解明には、さらなる情報の開示が、必要になってくるでしょう。いずれにせよ、ミン代表の去就が決まるまでは、予断を許さない状況が続きそうです。最も心配なのは、ニュージーンズとそのファンたちでしょう。グループの未来が、このままミン代表との対立に翻弄されてしまうのは、誰も望んでいません。一刻も早い事態の収拾が求められます。ただ現状を見る限り、ミン代表の解任は避けられないように思われます。
HYBE が持ち株の 80% を握る以上、株主総会で解任を決議するのはたやすいはず。問題はその先です。民代表が独立に動くのか、ニュージーンズはアドアに残留するのか。ファンにとってはニュージーンズの存続こそが最大の関心事となるでしょう。理想的なのは民代表が円満に退任し、ニュージーンズがアドアで活動を継続すること。民代表の手腕は広く認められているだけに、彼女になら新レーベル設立の支援者も多数集まるはずです。ニュージーンズには安定した環境の中で成長を続けてほしいものです。一方、最悪のシナリオはメンバーが民代表についていき、独立をめぐって法廷闘争に発展すること。グループは長期の活動休止に追い込まれ、最悪の場合は解散の浮き目にも遭いかねません。50/50 の悲劇がニュージーンズにも襲いかかるのは絶対に避けたいところです。今ファンができることはニュージーンズの動向を静かに見守ること、そして SNS などを通じて変わらぬ愛と応援の気持ちを示し続けることではないでしょうか。きっとメンバーたちにとってファンの存在こそが何よりの支えになるはずです。ニュージーンズにはこの困難を乗り越えてより一層の飛躍を遂げてほしい。ファンの皆さんも彼女たちの再起を信じて共に歩んでいきましょう。アイドル界を揺るがす大事件は今後どのような展開を見せるのか。ミンヒジン代表の去就、ニュージーンズの運命は K-POP 史に残る衝撃の行方を引き続き見守っていきたいと思います。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。